で、やっぱほらテレビとかほらメディアとかに出る機会はこれからもっともっと増えていくと思うよ。 CM なんて撮るみたいな、キャッチコピーはみたいな。店のメンバーたちに試練を与えるオーナーの坂月圭。これは個々のタレント性や個性を磨くための第一歩と考えている。そしてクラブのメンバーを3つのグループに分けることに。代表チームは男前で、マリオチームは在庫ばっかり。それが見事な化学反応を起こす。こんな感じでいいんじゃん。そう、なんか めっちゃバランス取れてるよね。A チームはナンバーワンホストのかける、ナンバーツーホストのリオナに良い小太郎を加えたイケメンチーム。B チームは個性派チーム。C チームは春と徳もルイの3人を集めた危険な匂いチーム。このチーム編成の意図とは。全くないです。全くないです。ただなんか仲が良さそうやなみたいな。仲がいい子らの方がなんかすごい面白いやつができるかなと思って。いやでもシャンパンタワーいいと思いますよ。方向性としてはでもかっこいい系がいいってことですよね。まあちょっとまあ、ね、まあ、頭起きてないですからね。じゃあもうお笑い系おらんくなじゃあお笑い系で行きたくないチームみんなお笑い系。ギャップでお笑い系できません、まあ、そういうのもありってありですけど。安っぽくならCG とかないかな。グラフィックス使います。マトリックスみたいな。ああいいですね。単純受けてその単純の先にクリップ。それおもろいな。それ無理。そんなお金かけてる。面白いのがいいですもんね。そうだね。2枚目で言ったらあかんよ。そこは笑いでいかんと。そう。なんかない。なやろ。おもろい系。おもろい系。やっぱインパクトにインパクトがあるやつがいいやん。だから、うん、そうそう、15秒間でできる。何があるんですかね。マキノさんにキスしていくとかいいやつ。面白くない。そういうのはいいや。なんかしんどいしんどいしんどいよ。いや、あえておもろいと思うんですけどね。その芸人の前15秒間なんで俺はキスされないかいや、なんか面白いじゃないですか。いやいや、例えば、なんかそういう感じのおもろい感じ、まあ他のもなんかあったらなんかまあ、例えば、なんか15秒間かけて、まあ例えばね、玉屋の玉屋筋からぐわーみんな走ってきて、あ、ここやん、クラブさんみたいな。あそれ行きましょう。それ行きましょう。全員で全力疾走みたいな。サンドゴやサンドゴやみたいな。髪の毛めっちゃ崩れまくる。いやいやいやろ、雨の中もだらだらでええやん。あったーみたいな。だってあっちは男前系やろ。はい、絶対男前系行く。あっちは多分、あっちはあっちは結構お笑い系行くと思う。まだ体育会系だ。体育会系うっそー。やおやおなあって交差点で4人がガチャンそれいいね。あれ使えるね。みんなでクロスボールポケットに手突っ込んでクロスさん入っていく。もう歌う何歌います。じゃあむしろむしろ口パクよね。男女じゃあ愚痴る愚痴言ってるのか。ほら負のほら全開で想像以上に会議は難航。
各チーム CM の案がなかなかまとまらず、時間だけが過ぎる。メンバーの顔にも少しずつ焦りが見え始めた。そんな中、何やら動きが。CM の交換交渉。いや別に案は上げてもいいですけど、それするか。やっぱり。まあいいですよ、その両方向はじゃ保留ってことでしょ。プリズンブレイクは結構押してますね。さっき、はい、このチームから何か相談されてたみたいですけど、はい、まあ僕らの漫画ちょっと良すぎて、まあ、ネタをくれと。まあ僕ら結構ネタ豊富なんでまだ考えてる。全然上げた場合でも余裕ということですね。そうっすね、まだ手はいくつか残ってますね。考えますけど、ちょっと、はい、あるんですか。余計あるってことにしても、ここは自信も何パターンもある、何パターンもあるってことに。向こうのチームに、はい、案をくれと言ったみたいですか。いや、案を交換しようかなと。交換、はい、僕らがこうして交換せへんかなと思ったんですけど。それは交渉はどうやったんですか。いや、保留で、保留で、また僕らは僕らで考えようかな。別の案も、はい、かけるネタがれがれ。一方、危険な匂いチームは、いい感じになりました。いや、今のところ完璧だと思います。手応えありますか。まあ口ではこう言ってますけど、心の中では30パーぐらいかな。あ、いや、まあ他のチームにはないいい絵が撮れるはずですね、これをうまくできれば。はい、いや、でも自分は演技するだけなんで頑張ろうと思ってます。僕も演技頑張ります。まあ、ホストクラブならではの、はい、ネタなんでね。ね、迫真の演技。果たしてその内容とは。